はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もメトロラストライトリダックスの追加ストーリーラスト、完編を終えてアンナ編プレイしていこう。アンナはどこしてんだろう。着いたわ。エキジビションよ。あなたが育った駅はすぐそこ。私はかろうじてミサイルから逃れたの。最後の一瞬までハンターを探してた。もちろん父はこのことを知らない。アンナ、父からこの役目を任せられて嬉しいわ。ダークワンにハンターを殺されて以来、ずっとこの手で撃ってやりたかったから。あなたが二の足を踏んでも心配はいらない。私が仕留めてみせる。じゃあ幸運を。アルチョブ？え、今のアルチョブ？あ、で、これはあれだ、ラストライトの一番最初のアルチョムとアンナの地上のシーンだ。あ、じゃあアルチョムを援護してあげれるのか。これで四角で残って、すごいとこ登るな。植物園跡地を調査する。どっか出てくる？あなたの姿を確認できる。あ、いた。何か燃えてるみたい。アルチョム、なんか新鮮だな。随分な荒れ果て具合ね。大した仕事ぶりだわ。妙ね、未だに何が燃えてるというの。あ、で、ウォッチメンが来るんだっけ。まあいいわ、援護するから接近して。何か動いた。気をつけて。右よ。右。ダークワンじゃない、ウォッチメンよ。奴らに対処するわ。ここ、結構入れるな、サイト。一匹やった。で、倒した。リロディン。リロード。気をつけて。来てる。おっと、フィルターが。アルチマが戦ってる。逃亡してる。もっと来るわ。別の線、やるわよ。よいしょ。注意して、上にもっといる。え、いるぞ。こいつも、あれ、どうなって外したわ。倒した。OK、まだ来てる。リロード。いつやった。大体片付いたよね。そっちは平気？ねえ、大丈夫？あ、手振ってる。アルチョム、さすがね。ウサギなんかじゃなかったわね。オーケー、左へ。そっちから進めそうよ。マスクしてるから素顔はよくは見えないな。位置を変えるわ。位置を変える。まだ登っちゃう。お、ジャンプ。クレーターの端に何かある。木が邪魔で見えない。アルチョム、そこから入ってった。あ、ダークマンいた。そこへ。これ撃っていいのか。あ、あ、動いた。素早い。一体どうやって。ほら、追って。あー、あ、アルチョムいる。どこ行った。いた。見つけた。マークしたわ。一体どうなって。外したわ。外した。うん、あ、そっか。あ、追いかけてる。追いかけてるよ、アルチョム。いた。見えるわ。覚悟しなさい。はい。ただものが倒した。で、フィルターを交換しないといけないけど、スコープが離れない。気をつけて。捕まえて。あ、で、これで幻覚見てる。
アルチョム、どうしたの？聞こえる？アルチョム、大丈夫なの？化け物、死になさい！どこ行った？で、フィルター交換しないと。おっと、あ、で、これでファシストたちが来るんだっけ。ジップラインあるな。待ってて、今行くわ。下に降りる。あ、痛い。あ、ちょっと待って、危ない。天然分ほどな。おお、レモン。溜まった。分けてくれる。あー、待って、上に、これサプレッサーついてる。取り締めしてんだよ。あれ、上のやつやないとまずそう。なるほどな、そういうことか。バレるよな、そりゃこの距離じゃちょっと無理だ。オッケー、化け物。オッケー、足を止めた。近い近い近い。オッケー、まずいな。ユキと、おっと、グレネードがないのか。クレモア、リロード、ヘッド、おでんすやった。これもヒット、まだいる。オッケー、まだいる。もらって、ちょっと通常の武器一つゲットしとこう。おっと、リロードする。まずいまずいまずい。で、フィルター交換。なかなか難しいぞ。これ回復するか。リロード。あれ、回復しない？メディキットないや。ダクワについて。まあ、今はアルチョも助けようとしているといったところだよね。ホットガスマスク、新しいの。いろいろあった。行かなきゃ。まずい。どうした、異常なんてないぞ。ステルスいけるかな。実は地上のデーモンが怖いんだよな。うるさい、そうじゃない。ナイフ。この暗がりなら。うまくいきたいが、結構キョロキョロしてんな。投げナイフ。待って待って、このサイトじゃ狙えない。こいつだけか。ナイフ、危ない。向こうにまたいるな。倒しとこう。これで狙って、これで狙って、投げナイフ。よし、投げナイフ今3本か。まだいたよな。お二人さん
まずは、よいしょ。近いわよ。OK。話し声が。もうすぐよ。フィルター交換。すぐに終わる。そうか。今日は中心区域も探索できそうだ。いいぞ。まずいな。それから兵を次の広場に送れ。はい、特務総長。口げね。おっと。とアルチョム。アルチョム。連れてかれた。押して。あ、終わりなのか。あ、これで終わりなのか。もうこの後はないのか。そうなのか。はい、というわけで、じゃあ、追加ストーリー、3人視点のところもやってみて、これで、まあ、タワーパックはやらなかったけど、制覇した、こういう感じの視点のストーリーだった。というわけで、リダックス版を買って2033とラストライト、そして追加ストーリー全部やったんですが、これで面白かったね、結構。これで視点の、他の視点の人のストーリーも見れたので、また2033とかラストライトを視聴してみてはどうでしょうか。まあ、あと新作も作ってるそうなので、その辺も楽しみにしてようかと思います。じゃあメトロシリーズの、メトロ2033ラストライト追加ストーリーまでの実況はここまでで。はい、最後までご視聴ありがとうございました。